今のビルス様はまともに相手をしない方がいいかもしれませんね。まあ、もしもあなたが勝てたら完全に諦めてくれそうですけどね。くそ、おとなしく捕まれ。よし、きな、軽く揉んでやるよ。少しは手加減してくれないかな。 まったく、どうして私がこんなに一善に言うのもならないことをしなくちゃいけないさ。お前が来ないといつまで仕事に戻れない。恨みはないが、おとなしくしてもらおう。捕まえたらおかしくなるって。ウイルスが言った。冗談じゃないよ、こんなの。これはまずいな。もう少し控えておかないと。 やれやれ、兄さんと戦うことになるとは。やりにくいな。今のはなかなか聞いたぞ。 俺の動きについてこられるやつがいるんだな。なかなかやるな。破壊神が目をつけるだけのことはある。すごいなお前、俺驚いたぞ。痛いぞ、ちょっと怒った。 強い。お菓子食べたかった。お前は悪いんだ。ビルス様ってば、ビルス出したら来たら。俺はこの時間に出したら、帰るやつが多いに越したことはないからな。 もし、ふざけた行動をしやがったら、この俺様が今すぐ地獄に送り返してやる。貴様、俺を舐めやがって。 面白いじゃないですか。こんなはずでは。まだ終わってねえ。私が200%勝利できるんですね。どんなトレーニングしたんだ。 楽しくなってきたぞ。ちょっとやべえかな。やっぱおめえ強いな。おめえが大会に出てくれりゃオラたちも安心なのによ。 事情はよくわかりませんが、ビルス様にとってのお願いですので、まあ、大臣の立場からすれば、私が力を貸す理由は。
暴きを受けるなり。野蛮な。暴きを受けるなり。少し甘く見ていたようだ。こんなところでやられるわけにはいかない。なんということだ。こうなったら本気でやってやる。後で後悔しても知らないからな。このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の法、宇宙の力なのに。よっしゃ、本気で行かせてもらうぜ。我が姿は正義、我が姿は世界。うるさい。大体どうしてお前がここに存在している。一体何しに来た。神に不可能なるもの、唯一の可能性で唯一の存在なのだ。相変わらず、わけのわからん奴だ。始めるか。さあ、君の力を見せてよ。
強いんでしょ。もうお腹が減る。まだまだこれからだよ。には頼まないよ。これで第七宇宙が負けでもしたら一生恨んでやる。化けてどこまでも出てやるんだからな。負けてしまった場合は何もかも完全に消滅するので、化けて出る魂も残りませんよ。うるさい。バカな、とんでもない力だ。